皆さんこんにちは。瞑想中のチャンネル赤間隆雄でございます。今回はですね、名古屋の繁華街栄にやってまいりました。そして今回もラーメンの回なんですけれども、このチャンネルでは珍しい二郎系ラーメンの一種を食べようと思うんですけども、名古屋で二郎系ラーメンといえば必ず名前が上がる超有名店にして、しかも非常に特徴のある麺が有名なお店を訪問したいと思います。それがこちらですね、極太濁流ラーメン、ラッケーコさんでございます。銭湯のようなあののれんもですね、このお店の特徴ですね。私の知る限り名古屋にはもう1店舗あるはずなんですけども、このお店が本店だそうです。このお店のラーメン、特にその麺がですね、唯一無二の独特な麺なんですよ。そしてそれっていうのはですね、画面を見てもはっきりとわかりますので、どんな麺なのかご期待ください。こちらが券売機ですね。ラーメン、その隣が中盛り、そして大盛りとあるんですが、麺の量はですね、茹でる前の重量としてそれぞれ 300g、450g、600g となっているそうです。ちなみにですね、一般的なラーメンの普通盛りの場合ですね、茹でる前の重量は 150g とか 180g だそうです。ということで、一番普通のラーメンを注文した場合でも一般的なラーメンの麺の量の倍ぐらい出てくるっていうことでですね、初めてこのお店で食べる方はですね、このお店の麺の量は普通じゃないっていうことをですね、頭の中に叩き込んでから行かないと、とんでもないことになっちゃうかもしれません。この日私はですね、夜の部オープンとほぼ同時に入店いたしましたので、3番目に入ることができました。このお店はですね、カウンターだけのお店で、席の数はですね、多分6席ぐらいだと思います。しばらくするとですね、すぐに満席になりました。注意書きにもあるんですけども、食券を買って食券をお店の人に渡すタイミングでですね、ニンニクが必要かどうかを申告する必要があります。この日私はですね、ニンニクありを注文しております。今見えているのがですね、麺を茹でる鍋です。テーブル席がすぐに埋まりましたので、早速麺を茹で始める準備が始まりました。この山盛りの麺を鍋に投入でございます。もうすでにちょっと見えてましたけども、このお店の麺はですね、すごい極太麺なんですよ。そろそろ麺が茹で上がるタイミングでスープの用意が始まりました。ちなみにですね、先ほどはですね、BGM が流れていたのでバックグラウンドの音を消しましたが、途中で BGM が切られましたので、今回は珍しくですね、バックグラウンドの音とともに聞いていただいております。丼の数が7つありますけれども、スープを作っているのは6つなので、今お店の中にはお客さんが私を含めて6人いるということになります。手際よくスープが作られていきます。このお店のスープはですね、かなり複雑な作り方をしてるみたいなんですね。今醤油だれのようなものが入りましたが、ここからですね、また別のものが加わるんですよ。今入れてますけれどね、これがね、なんだかわからないですけども、見た感じ相当濃厚なスープですね。ですから単に醤油だれを割っているんではなくて、さらにもう一味加わってるっていう感じですよね。ドロドロのスープが加わっていきます。先ほどちょっと見えましたけども、あの超極太麺に絡めるためにはですね、相当濃厚なスープが必要なんだと思います。さあ、麺が茹で上がりました。とその前にもやしですね、これはもやしを温めます。このお店のラーメンには大量のもやしが乗るわけなんですけども、そのもやしが冷たいとですね、スープが冷えてしまいますので、あらかじめ温めておくわけでございます。そしてここからですね、麺を取り分けていくわけなんですけども、今となってはこの珍しい平らな網を使って麺を丼に移していきます。昔はですね、みんなこれを使っていたわけですけども、最近はですね、カゴの形をした網で麺を茹でるお店が増えましたね。
あれを使うと麺の量の調整が楽なのかもしれませんけども、大量の湯の中に麺を泳がせるにはこの方式の方が本当はいいのかもしれませんね。そしてもしかするとですね、このぶっとい麺を茹でるにはこのやり方じゃないとうまくいかないのかもしれません。とにかくこの時点でですね、麺の量がすごくたくさんあるっていうことと、そして麺がすごく太いなっていうのが見て取れるわけなんですね。ですけれども至近距離で見るとまたその迫力違いますので、今しばらくお待ちください。これからですね、スープと麺を絡めていきます。この一手間もですね、大事ですよね。そしてですね、ここで麺の量を均等に分けていくんですね。最後の丼の麺が少ないと思って心配になった方もいらっしゃると思いますが、ちゃんと調整されております。そしてここからですね、しっかりと湯切りをしたこのもやしが加わってきます。この日私はですね、この調理の様子をですね、目の前で見ることができる特等席に座ることができました。これはですね、もう YouTube の神が降臨したんじゃないかなと思いますね。さあ、もやしが加わったところで誰か一人ですね、チャーシュートッピングをしたようですね。その他のラーメンは全て普通盛りのラーメンだと思います。そしてこのお店の名物、どでかいチャーシューが加わっていきます。この日はですね、ちょっと予習して訪問しましたので、このチャーシューについてもですね、知ってました。厚さはですね、それほどではないんですけれども、とにかくこの面積が大きいんですね。このぐらいの厚みだと麺をくるんで食べることができるので、私は実はこういうの好きですね。すごく分厚いのが出てくるお店もありますけど、どっちかっていうとこういう方が私は好みです。さあ、私のが来ましたね。まずこの麺の太さ注目してみてください。ぶっといですね。肝心なところでピントが合っていない。あったかな。さあ、ではカメラをセットいたしました。まずはこの麺見てください。極太の縮れ麺です。ではここでミュージックスタートです。このお店の麺の太さはですね、超極太で、今までこんなのは食べたことないですね。しかも縮れているという珍しい麺だと思います。何も知らなければうどんの一種だって言われてもそうかなって思っちゃうぐらいの太さなんですけども、食べてみるとうどんとはまた違うんですよね。そして麺の色はですね、やや黄色っぽい色をしているので、もしかするとですね、乾水を使った麺なのかもしれません。これがですね、もうもちもちしててですね、非常にこう美味しいんですよ。そしてこのスープなんですけども、こうやって見ると見た目からはですね、濃厚さが伝わってこないんですけれども、先ほどスープを作っているシーンを見てお分かりの通りですね、このスープもですね、すごくこう味が濃くて濃厚で、旨味もしっかりあってですね、麺とよく絡む。そしてこの麺に負けないだけの力強さがあるんですよ。もう最高のコンビネーションになってるんですね。私ですね、最初にこの量を見た時にちょっと圧倒されたんですけども、少し食べてみてこれは余裕でいけるなって確信しました。それだけ美味しいんですね。もうこの味だったら飽きずに最後までいけるぞっていう感じが最初からしましたね。実際この麺の量はですね、普通のラーメン屋さんであれば大盛りどころか2杯分ぐらいあるっていう麺の量なんですけれども、食べ始めますとね、結構スルスルと入っていくんですよ。ちなみにですね、味はかなり濃いめですね。ですけれども、もやしにはですね、味がついていないので、一緒に食べるもやしの量を調整することによってですね、スープの濃ゆい味をですね、緩和しながら食べることができるんですよ。そして一
旦もやしでその辛さが緩和されるとですね、次はまた濃い味が欲しくなるっていう感じで、それを繰り返すことによってですね、濃厚で濃い味の料理にありがちの途中で疲れてくるっていうことがね、ないんですね、意外に。ということでですね、ずっとペースが変わらないまま食べ続けております。ただですね、食べるペースをちょっと間違えまして、もやしを食べるペースと麺を食べるペースが完全にシンクロしていないなって、このあたりで気づいております。ということで、ここでですね、プチ天地返しをいたしました。このことによってですね、残りの麺の量が把握できたんですけれども、すでにかなり減っているんですね。食べ始めた時はですね、すごく多いなって思ったんですけども、この時点ではですね、もうこれしかないのっていう感じになっております。このあたりからですね、もやしと麺を食べるペースがですね、ちょうどよくシンクロし始めております。このあたりですでにゾーンに入っております。もうこうなってくるとですね、今回の二郎系はですね、もう制覇したなっていう感じになります。ではこのあたりでですね、ちょっと胡椒を加えてみたいと思います。元々の味が濃いので、ちょっと強めに入れて、一部だけスープの味を味わってみたいと思います。胡椒を絡めて食べていきますと、確かに胡椒の香りが広がるんですけれども、私の好みで言うとですね、元々のこのスープの味そのまんまの方が美味しいなって思いました。すごく濃くてですね、押し出しの強い味と言っていいんですけども、実はですね、他のものを加えたくなくなるぐらいの完成度になってるってことに気がつきますね。テーブルの上にはですね、辛味調味料なども置いてあるんですけども、調味料で味変をしているお客さんほとんどいませんでした。まあ私と同じようにですね、一度食べ始めますと皆さん黙々と食べ続けるという感じでしたね。二人連れで来ている人たちもですね、全然会話をせずにですね、ずっと食べ続けていました。さあ、そしてここでですね、このチャーシュー食べていきたいと思います。この大きいのを一回で食べたらもったいないわけですよね。ということで、二つに切っていきます。この厚さですと麺をくるんで食べることができるんですが、この濃ゆいスープの中に入っているのにですね、このチャーシューはですね、すごく上品な味がするんですよ。濁った池の中に咲く一輪のハスの花みたいな感じですね。私はですね、ちょっと楽しみを後に取っとく派なので、まだ残りのチャーシューに手をつけずに麺を食べております。今どうやって食べようかなと思ってんですね。これはやっぱり麺を包んで食べるのか、それともチャーシューだけで食べるのか、どっちともつかない中途半端な食べ方をしてしまいましたが、なんかね、これ普通のチャーシューじゃないんですよね。しっかりとした肉の旨味、しかもですね、ちょっとなんていうんですか、生感が残っている肉独特の旨味っていうのがね、あるんですよね。ということで、名古屋そして東海地区でも最高峰レベルのぶっ太い麺が食べられるっていうことでですね、半分は物珍しいものを食べようってことで来たんですけども、すごく美味しくてびっくりですね。インターネット上の情報では、今まで食べた中で一番美味しいって書いてる人もいたんですけれども、そういう感想もあながち大げさではないなと私自身も思いました。ということで、二郎系ファンの方はもちろん、ラーメンファンの方もですね、このお店で一度は爆食してみてはいかがでしょうか。ということで、今回の散歩はここまでです。また次回の散歩でお会いしましょう。それまで皆さん、ごきげんよう。